はい、どうも、コミです。さて、本日もこちら GS さんからですね、動画をお届けしていきたいというふうに思うんですけども、いや、今回のもやばいですね。もう、ほんとね、タウンホール12において、もう、スーパーネクロマンサーはちょっとね、多分、ちょっと弱体化が入るんじゃないかなっていう気がします。まあ、そこら辺の話をね、今日、GS さんのアタック見ながらやっていきたいというふうに思うんですけども、何せすごいですよ。これ。今日合計でですね、12、3本、11、2本ですね、見ていきたいと思います。全部ネクロマンサーで、12に関してはスーパーネクロマンサーを使った、アタックの動画見ていきたいというふうに思っているんですけども、プランニング簡単に言うとですね、ここからこう、スタートしていきます。まずはイエティ、ウィザードでカットを入れながらアーチャークイーンを上方面にこう歩かしていくという感じですね。で、スーパーネクロマンサーに関してはこの部分、1時のところ、12時寄りの1時からタウンホール側に入れていって、ジャンプの呪文をかけて、最終区画まで持っていくと。で、最後ここからこう出ていけるんでね。こう出ていけるっていうのが私、ネクロマンサーにとっては美味しいですよね。このライトニングのカット、すごくいいですよね。ここにあった施設を単純に壊すというだけではなくて、スーパーネクロマンサーがこの9時方面に逸れないように、カットを入れている意味も、この役割もしています。で、スーパーネクロマンサー4体出ていきますね。4体って少ねえんじゃねえのというふうに思うんですけども、実際これで十分すぎるぐらい足りちゃうんですね。ビッグボーイが4体出てくると、こいつらの体力がもう、レベルマックスのもうドラゴン状態なので、それがもうタウンホール12ですよ。12で、レベル最大5の、スーパーネクロマンサーとそこから生まれるビッグボーイが使えて、で、さらにちょっと思い出してもらいたいんですけども、ついこの間まで、つい1ヶ月ぐらい前までタウンホール13のユニットコストって280でしたよね。タウンホール12のマックスユニットコストって280なんですよ。だから、このスパネクラッシュをね、する上で、使えるユニットの数、あとユニットのレベルっていうのはもうタウンホール13クラスなんですね、かなりのところが。それはもう止まるわけがねえだろうという感じしますよね、ちょっとね。ってなってくるとやっぱり個人的にはもうスーパーネクロマンサーって、全体的に弱体化が入ってタウンホール13用の新レベルが生まれるみたいな。まあ、そんなような格好になる。でも、それ言ったら強化になっちゃうか、タウンホール13。したら結構タウンホール13でもうスパニックが無双しちゃうかもしれないな。まあ、バランスが難しいですけど、まあ、とにかくタウンホール12においては、こういうことですよね。こういうこと。こういうことなんですよ。一体もやられてないんですよ、スーパーネクロマンサーが。しかも体力見てください、これ。もう元気もりもりじゃないですか。元気もりもり。もりもりの元気で、で、もう一体もやられずにスーパーネクロマンサーが、もう最終区画にね、もう本当にもう恐怖ですよ、これは。守る側からしたらね。そういう勢いのある、アタックにな、勢いっていうか、まあ進行はめちゃくちゃゆっくりですけどね。勢いというかもう、そのゴリ押し力のあるね、アタック。これは12で、やらない手はないんじゃないですかね。本当にもう、奥さんっていうね、感じですよ、もう。はい。で、ですね、次もう一本、ま、見ていきながら、少しこの、スーパーネクロマンサーのアタックの、ま、ポイントみたいなところっていうのもちょっとお話を、ま、できればな、というふうに思うんですけども、スーパーネクロマンサー、3本目でちょっと見てもらいたいんですが、やっぱりですね、こんだけ、スペックが高いからといっても、バラバラになっちゃったらやっぱダメなんですね。ヒーラーをつけているっていうのが、ま、その理由でもあって、今回のアタックで言うと、ここ、ライトニングでガッツリ壊していきます。これ、ライトニングの仕方もうまいですね。しっかり、壊せるところに打っていってる。で、スーパーネクロマンサーを入れていくわけなんですけども、このスーパーネクロマンサーの入れ方、ここからこう入ってきますよね。入っていくんですけども、束にして、さらに、これ、ヒーラーのスイッチを、しっかり狙ってるんですね。なんで、今、グランドオーデン出した時に分かったかもしれないんですが、グランドオーデンがここに行くとしたら、ヒーラーをここに出すんですよ。で、スーパーネクロマンサーをここに出す。そうすると、ヒーラーが、グランドオーデン回復したヒーラーが、スッとこっちにこうスイッチしやすくなるんですよね。
これもしもヒーラーをより、12時とか11時よりこの迫撃砲の方に出しちゃってたら、ずっとグランドオーデンばっかかり回復しちゃってスーパーネクロマンサーにスイッチしてくれないので、そうするとやっぱりスパネクもこうやっぱほらダメージ受けるんですよね。それはそうですよ、まあ生きてますからねこれをね回復しているのがこのレイジヒーラーなんですね。わかりますかね、これがっつりダメージ受けてる、もうグランドボーデン像にガシガシ受けてるスーパーネクロをこうレイジに乗っかったヒーラーが回復してるんですね。やっぱ一体起こっちゃいましたねこれね。まあでも起こっちゃったけど、まあ3体生き残ってしかもヒーラーがついちゃってるので、もうなかなか止まんないよということで、で、こういったまずは密集させて進めるということをすると、逆に今度生じるのが時間切れのリスクですね。タウンホール13やってた方はかなりこのスパネクを皆さん使ってなかった理由がこの時間切れだったと思うんですけども、そこはやっぱり12になったからといってユニットのまあレベルは変わらない、で施設の数もそんな変わってないで、まあ、施設の HP が減ってるっていう意味では少しまあ突破力は上がってるんですけども、いかんせんスーパーネクロマンサーの数が少ないことと歩きがスローなので、なかなか奥に進んでいってくんないじゃないですか。ということもあって、スパネクに合わせる、突破兵器はこれですね。効果兵舎、これを必ずと言っていいほど使います。で今回1本目のアタックではイエティが中に入ってました。まあそれっていうのは外周に防衛がちょっと残っちゃうだろうなということを多分想定してのイエティですね。で今回のアキラさんのアタックっていうのは、こっち側これもうキングでカットしちゃうので、結構キングでカットしちゃうから、そうすると投下兵舎からイエティ出しても、まあ、ノロノロ進行するだけであんまり役に立ちはしないと。でこの辺の壁の内側に関してはこれでも当然スーパーネクロマンサーが処理しますよね。となったらじゃあ何を入れるかっていうと、とにかく足の速いバルキリーを入れてるんですね。まあ、ないしはバルキリーがいいかな、バルキリー少しプラススニゴブとか、まあ、いう組み合わせもなしではないと思います。タンホール13になってくるとやっぱりこのもう一個レベルが上がるので、防衛をちゃんと、壊していくという仕事もさせるということで、スーパーネクロマンサーの援軍っていうのは、ネクロマンサー普通のネクロを入れていって、でキングにネクロマンサーがうまいこと追いついてなんていうパターンを狙ったりもしますけども、まあ、今回のですね、アタックにおいては、バルキリーを使ったということですね。まあ、とにかくもう時間切れが一番の敵というところで、その辺の、投下兵舎でよりユニット数を増やして、施設の破壊を早めることと、さらに援軍でもらうのは足の速いバルキリー、まあ、ないしは壁の中に防衛が残っちゃう場合にはネクロマンサーとかイエティとか、まあ、いう形にするということですね。そこがポイントになってくるかなというふうに思います。はい、ではですね、次はちょっと失敗したアタックに関して見ていきたいというふうに思うんですけども、今のアキラさんがですね、2回目の攻め失敗されてるんですね。で、どんな風なパターンで、じゃあこれだけ強いスーパーネクロが失敗になっちゃうかっていうと、まあ当然時間切れっていうのは1個失敗のリスクとして当然あると思うんですよ。あると思うんですけども、今回ちょっと見ていただきたいのは、時間切れじゃない失敗のパターンですね。で、これ、まあ若干、考えての防衛が少し弱いのかな、これわかんない。タンホール12のレベルマックスだと思うんですけども、いや、マックスだろうな。グランドボーデンのお出火を始めていくときに、しっかりと壁の内側をこう削っていくことによって、その外側をお出火でこうカットする。まあ、このカットの仕方はもう本当タンホール13と同じ理屈ですね。一層内側をカットするっていうことですね。はい。で、していった上で、すぐにこれ、アーチャークイーンとの食い火の形を作っていきます。ちょっとこのね、クロスボウにおでんが打たれてるのは少し多分想定外なんですけど、ここで食い火にスイッチする理由は、もうとにかくスピーディーに進めたいんですね。時間が最大の敵というふうに言いましたけども、おで火でチンターとカットしているよりは、アーチャークイーンを使えるならもう使ってしまって食い火にした方がいいということですね。ただちょっとこれアーチャークイーン相当厳しいですね。クロスボウ2機からターゲットもらっちゃってるんで、ヒーラーのスイッチがちょっとアーチャークイーンにしっかりいっているので回復はすると思うんですが、ちょっと苦しい展開で、上側に関しては投下兵舎をやっぱりこれ待てていきますね。中から出てくるのはバルキリー、外周の防衛とか、あとはこういったストレージ系を壊していきましょうという形になりますね。キングがフィストを使っていったんですけども、ここで中央のスーパーネクロ部隊見てほしいんですが、完全に二手に分かれちゃっていますね。ここにジャンプを打ったので、
こっち上と下にこう分かれていってしまってるんですね。でこうなってくると面で押せるっていう意味ではまあ確かにこれはネクロマンサーのいい形なんじゃないのっていうふうにも思えるんですが、スーパーネクロの場合やっぱ数が少ないのでスケルトンを大量に出すネクロマンサーとちょっとわけが違うんですね。簡単にマルチインフェルノとかのターゲットをやっぱり食らっちゃうし、そこにヒーラーとかが巻き込まれて一気にいなくなってしまうともうバラバラになったスーパーネクロがこうカッコ撃破されちゃうんですね。ビッグボーイもやっぱりマルチインフェルノのターゲットを外すには当然至りませんから、本体がこう焼かれていってしまう。で下の方にもいるスーパーネクロマンサーも2体いたのが1体いなくなっちゃってますね。ということで、分断されちゃうとやっぱりスーパーネクロってそうは言っても押し切る力が足りなくなってしまうというところに注意しながら使ってもらえたらいいのかなと思います。やっぱりこう束にしてしっかりと進めていきつつ、そのスーパーネクロで壊せないところは別の何かで壊していくというようなね、まあ今で言ったらライトニングとかですね、さっきのパターンで言ったらライトニングを使って壊していくとか、まあそういうようなプランニングの仕方っていうのが必要になってくるのかなというふうに思います。だからまあライトニングプラスのスパネクってやっぱりルートをライトニングでしっかり作れるかどうかっていうところが大きいような気がしますよね。はい、というところで、残りの2本はですねタウンホール11に行ってみたいと思います。11だとやっぱスパネクが使えないので、どうしてもですね、別の攻め方をこうしていかなきゃならなくなるんですけども、まあそういった時にやっぱり思い出してほしいのがこれですね。11の場合にはとにかく、天才、ゴレネクロがネクロ攻めをする上ではかなり使いやすいなというふうに思います。マルチインフェルノが2本あるのでこれをしっかりとライトニングクエイクで追っていきます。まあ、当然ながらですよ、マルチインフェルノが、1本しかなかったりっていう場合には無理にそれを追っていく必要はなくて、ジャンプの呪文とかあとはまあヒールの呪文とかレイジの呪文、マネシャフリーズ適宜を適宜そういった呪文に、策を割けばいいと思うんですけども、まあ、言いたくいいのはマルチインフェルノが2本あったで、まあ、そういう陣であっても、まあ、これで押し切れちゃうってことなんですね。ネクロマンサーとゴーレムはこんな形でドバッと面で出していきます。で、外周を歩くネクロ部隊と、中央に入るネクロ部隊ですね、この3パターンに分からせるようにしていきます。で、その中でポイントになってくるのがこれ、ウォールバスターですね。こいつにしっかりトームをかけて奥までこう突き進ませるんですね。ライトニングを使っちゃうんで当然呪文枠がなくなっていますから、ジャンプの呪文とかクエイク持っていけないじゃないですか。ってなった場合にじゃあ何で壁突破するのって言ったらこのウォールバスターですね。タウンホール11においてレベル最大のウォールバスターは強靭な盾になりますので、こいつを使って災害層であともう一発でしたね。開けばもっと楽になったんですけども、まあ、ちょっと最初のやっぱアーチャークイーンとか防衛軍とかでトームを使ってしまって、まあ、その後のクロスボウの集中砲火で、まあ、ウォールバスターが耐えきれませんでしたが、とはいえですよ、とはいえ、もうゴーレムが先導しながら後ろからネクロマンサースケルトンがこう いるとアーチャークイーンも生きてますからね、もう止まりませんとアンストッパブルな形になっちゃいますね。で今回の、形っていうのも、ここの部分、マルチインフェルノをしっかりライトニングで壊した上で後の形を見てみると、中央にネクロマンサーがこう進軍していけば外周と中央で、壊せない防衛施設が何もない状態になるんですね。まあ、要するにどこから外周の部隊か内側に入った部隊かいずれかが全ての防衛施設を壊せる距離から、まあ、そのネクロマンサーが攻撃ができるということですね。これすごく重要で、壁を壊さなければ破壊することができない防衛施設、これがあるとこのアタックって成功しないんですが、壁が、を壊さずに全部の防衛を壊せるように壁をその潰していくっていうんですか、破壊していく、でネクロマンサーたちのルートを作っていくことができると、あとはもうネクロマンサーの、スケルトンと本体のその遠距離攻撃の、まあ、その波状攻撃で、村全体を落とすことができるということですね。だからまあネクロラッシュを使う場合には壁を絶対ネクロマンサーに叩かせるなってことですね。それをやっぱ注意する必要があるのかなというふうに思います。はい、ではですね最後、ジュンさんのアタック見ていきたいというふうに思います。やっぱりもうネクロラッシュを語る上ではもうジュンさんのアタックは外せないですね。だいぶ私も動画で取り上げさせてもらっていると思うんですけども、今回まずマルチインフェルノ1本ライトニングで折っていきました。このマルチインフェルノの区画は完全に壁に囲われちゃってるんで、これをね壊すことによってやっぱり
しっかりとこの壁に囲われた区画にネクロマンサーが捕まることがないようにしてますね。ゴーレムでしっかりと、全ての防衛のターゲットを取ってから、ボーラーを出してからネクロマンサーです。この順番が結構大事かなと思っていて、迫撃砲があったりすると、ネクロマンサー本体がそれでこうダメージを受けてしまいますよね。それがないようにしっかりボーラーで迫撃砲まで壊してからネクロマンサーを出すっていう、多分そういう考えもあって、もう基本的にどんな場面であっても、ゴーレムを出してからボーラー、次にネクロマンサーっていう順番になるのかなというふうに思います。で、見てもらうと分かるんですが、ジャンプの呪文をこことここにこう打ってますよね。そうするとこれでもう全ての防衛施設が、どこかしかからかなんか日本語おかしな、どこかからか、ネクロマンサーボーラーが壊せるようになるんですね。今見て分かるように、ここまでっていうのは、ここまでは中の部隊がこう壊しますよね。じゃあこっちはっていうと、外から回ってきたボーラーとかネクロマンサーがこう壊してくれる。で、ここに、この中に関しては今、ババキンとアタクリが殴り開けて、壁を殴り開けて入ってきましたが、まあ別にそうでなくても、今矢印からこの部分空いてるので、そこに今スケルトンとか、ボーラーが入っていって壊してくれるだろうと、まあ、いうことですね。村のすべての区画を、ちゃんと壊せるようにジャンプの呪文を打っていくことによって、ネクロマンサーとスケルトンが、どこかしかからか、防衛を必ずこう壊してくれて、捕まることなく壁を殴ることなく進行していくということですね。まあ実際壁殴ってるんですけども、要は壁を殴らなければ壊せない防衛、そういうものを、ジャンプの呪文だったりライトニングの呪文だったりを使って残さないような形を作るっていうのが重要なのかなというふうに思います。まあわずか2分ぐらいのですね、全回撃、まあこれはもうスパネクとは違ってもう時間がほとんど、なんだ問題になりにくいようなアタックになりますので、まあ、オディヒーからのネクロラッシュっていうのは当然時間が結構シビアなんですけども、今、ジュンさんがやったようにゴーレムからの、ボーラーネクロっていう形で行くんであれば、まあ、時間はそんな心配せずに、しっかりと壁の、壁に囲われていて壊せない防衛がないような、まあ、そういう、村の、なんだ、形を作っていく、ジャンプの呪文とか、ウォールブレイカーとか、ライトニングを使って作っていく、そこが重要なのかなというふうに思います。というところで、本日はですね、タウンホール12のスーパーネクロマンサーも反則級にこれは強いんじゃないのかなというお話を、まあ、させていただきつつ、まあ、どういうふうに実際それを使っていくのかという点だったり、タウンホール11であれば、ですね、変わる戦術としてこのゴレボーラーネクロというのがありますよというところですね。それの使い方に関して、まあ、少しですね、お話をさせていただきました。もしもこれが参考になったよということでございましたら、グッドボタン、チャンネル登録ぜひぜひよろしくお願いいたします。またですね、タウンホール12、11だけではなくて、13のアタックも、開けていきますので、これからもぜひご視聴いただけたら嬉しいです。というところで、本日の動画終わりにしたいと思います。また次の動画でお会いしましょう。バイバイ。